り物などに、贈り物などに包まれている、はい、大体今の人は沖縄にあるかなという感覚だと思いますけど、宮田っていうのは戦前の英語の教科書に必ず出ていた大事なことで、今でこそお土産なのでデパートで買ってもどこで買っても放送しないんですけれども、昔は、お土産渡しするときには、自分の家で包装ですとか出しといったもので包んで、その配置したんです、まあ、これが、まあ、普通だったのかもしれませんね。普通の家には包装とか出しといったものがあった。今そういうものがなくなってしまいましたので、お店で包んでくれる、そういうことになりました。それと例えばお祝いの席に呼ばれたとき、手ぶらでできますよね。こういったときに今、そういうふうにすると最初からお祝いとか寿とか書いてあるような印刷をされているというようなところがありますけども、昔はそういうものもありませんでしたから、これも自分で作りました。お祝いの道具もあれば、こういったものっていうのは前から用意しておくというものではありませんから、金額のところにすぐに準備をしなければなりません。自分で作るべきでした。今日はその新潟の中でも、通常使うもの、例えばお祝いの席に呼ばれた時に作る包み、金数包みですね、今日はこれを作っていこうと思います。また金数包みを作るときには、のしを作ったり、あとは、飾りをつけてみるようですね。では時間があれば、皆さんの隅ぐらいによって、細かいところまで作っていきたいなというふうに思います。はい、出来が良ければ、どんどん進むというか、そうですね。今ここにねありますので、ね、散歩のように載せてありますけども、これのしって呼ばれてるんです。のしもこれ実は折り型なんですよ。今日もしできたらこれ皆さん一つずつお持ち帰りいただけるかなと思っているものなんですけど、のしってなんでのしというか、というのはこれまずこの形から見ても分かるようにお供えの形ですね。神様にお供えする最上のものが、山から取れる、里から取れるお米、そこから作ったお酒になるわけです。じゃあ海から取れる最高のものとなればアワビ、アワビをのしたのしアワビ、そこからのしね、これも作っていきたいと思います。はい、あと、これは絶対無理です。難しい。あ、すごい。お箸袋とか、子供が生まれた時とか、それぞれのお祝いに合わせてこのようにさまざまな大型っていうのも昔ありました。一般的なところでは、結納の時、結納の時に、やはりこの文字を使いますね。あとここに目録といったような文字を入れています。結納と聞いたわけですね。あとこれご挨拶、今までの作り方とはちょっと洋風ですよね。横です。これはまた大変作るの面倒なので今回話しますけども、ここにのしがついています。それでのしもね、新尿相っていって、簡単なのしもあれば、まあ、正確な一番正しいのしもあるので、これなどは中に本当のしが入ってますでしょ。よくこれ赤ですかね。お
出来合いの出来合いのふ、ね、お祝い袋なんか見ると、まあ、こんなのこう書いてありますね、あれ本当は書いてあるんだよなって付けなきゃいけなかったものですね、こういうふうに本当は自分で作ったものの上にこれを作るんですよ自分で、そしてでもこれは何も入ってないから一番簡単な略式、そしてあ略式というよりはそれはただの入れ物、入れ物のしとは言えません入ってないこれが、まあ、のし、まあ、これが一番芯というのかな、でこれが少し略してある形でちゃんとね中に申し訳で、これ本当これ実はね絵で描いてるのこういうの多いんですけども、うん、あれのしが入っていない、あれは のしとは言いません、今岡先生おっしゃってる側だけ、うん、あの何の意味もないですね、うん、もしこれが来たらこれはダメですよ、ね、で今日ね この細かいの作るのまではちょっとできない、できないと思うこれ、ね、今日はここでもあのこれが入ってなければのしとは言いませんよっていう一つ、あのよく店で、ね、あのなぜ黄色いかっていうとアワビだからなんですよ、うん、本来のしでさっきお話したと、うんはい、それがよく市販のものはその黄色い部分が変な綿になってたりとかですね、あの緑色なんだか分かんない白カビ生えたみたいになってたり、ね、それよくあるんですよ、意味分かんないで作るとそうなる、だから黄色いなんか紙になってるっていうことがアワビであるのしを表してるから、あんまりきちっとしたのって売ってないんです実は、割と変なね黒い糸が出てたりね、黒カビかなみたいな、アワビにカビ生えたかなみたいに思っちゃうね、見てみてくださいそのお店で、意識してこう見てみるとまた視点が変わって面白い、そういうことです、そういうことです、ないんですよなかなか、ちゃんとしたところには本物じゃないんだけどアワビに似てるするのかなと思いました、食べられるんですよ本当に、これに作られた作ったものなんです、新魚ソート3種類あってあの、うん、使い方をちょっと変えてるだけなんです、これもアワビ専用の紙なんですよ、実は名古屋から取り寄せてるんです、油紙で名古屋から取り寄せこれね、あのアワビのし専用の紙なんです、この折り型用の、だからちょっと限りなくアワビに近いんですね、のしたアワビってそんな色してるんですよ、本当のアワビって1枚の1個のアワビをだいたい畳1畳まで乗すんですから、だからだいたいそんなような感じの色合いになる、伸びるの薄くして、でちょっと似てるんですその紙の感じが、それで専用ののし専用の紙としてあの市販されてるね、なかなか仙台では手に入らない、売ってないですか、売ってないですね、これから注意してみてください、はい、こんな形のものがあったら、うん、アワビの入ってないのし袋ってよく言ってますから意味がないってことです、はい、見てアワビ入ってなきゃのしじゃないんだから、どうぞアワビ、ね、チェックつけてまいりましょう、はい、ここそうですそうです、最後までね、ここはいいアワビにカビ生えてますよとか言ってますすごいいいこと、新室で使うアワビさんですね、はい、先ほど男子校書という話をしたんですけども、昔のうちにはこういうものは必ず常備していたものでした。でこのちょっと厚みがあるから見てください。これを男子と言います。男子。ちょっと厚みがありますね。でこの薄い紙の方が校書です。校書。この赤いのは赤い校舎になってますね、校舎は色が違う、はい、男子と校舎、はい、でこれはあの紙屋さん、専門の紙屋さんに行くと今でも購入できますけれども、1枚2枚で北斗先生買いますもんね、大丈夫です、うん、ですから、ぜひ私にも束で買う必要ありませんけれども、これを機会に、男子と包丁、そして赤と白があるということが分かりました。では紙、何でもあの正面と裏というのがあるんですけど、赤い紙は分かりますけども、この白い包丁もツルツルの方が表、ザラザラザラですね。はい、男子の方は、出っ張っている方が表ですね。
波が、ね、凹凸がある。そしてくぼみが大きく見える方が裏です。ちょっとこれあのよく間違えて表裏作ってしまったりしてるんですよ。これしっかり見ないと。そう、何をかけないと私もちょっともう分からなくなってしまうでしょう。じゃあ表裏、はい、そうですね。ちょっとこの裏の方がちょっと穴が起きて、ちょっと見た目というか気持ちが悪い感じでしょ。はい、これで気持ちが悪い。じゃあ最初に何を作ろう。一番使いやすいものってまずお祝いの席に呼ばれた時の金数物のものです。でこれ金数物、これは豪華バージョンで、なんかすっかり赤くなってるんだけども、豪華持ってしなくてもこの縁だけ赤くして作るっていう方法もあります。じゃあまずこれを作ってみたいと思います。金数物をこれから作ります。金数物、はい、はい、しかもここに赤が入っていますので、お喜びの時ですか、もしくは通常の時ですね、お見舞いとかもいいかもしれません。あとお車代っていうような時にも使えますね。一番こう何でも使える人、はい、じゃあこのまず包丁を切るというところからなんですけども、うん、包丁これここしか使わないから3分の1だけ切ろうとか、このように切ろうというような使い方はしない方がいいです。あのこの大きさって決まっておりまして、必ず半分に切って切ると作れるようになっていますので、作る時には今日はここしか使わないかなというようなことではなく、1枚で使って大きく包むものもあると思いますけども、通常は金数包んでしたら半分に作るというところからやりましょう。はい、はい、はい、お願いします。はい、ですね、あのある生徒さんの刃物が使う見取りにしたらね、はい、カッター使えないんですね。なんと最近のあの学校ではカッター使わなくなって、ハサミなどを小学生の時に使うようになったんですね。ですから大人になっても小学生の時にカッターを使ったという経験がない人たちは、カッターで物を切ってくださいと曲がって切るんですよ。大丈夫でしょうか。刃物を使って、刀を使って、はい、刀を少し小さいですけど、まあ、あのまず基本はきちんと下ろすということですね。ここがぐにゃぐにゃしていたらまずできません。最初が歪んでいると最後まで完成しにくいので、そういったところを改めてください。刃を出して、出ますね。これしっかりと紙に当てながら切っていかないと、浮いてたりすると曲がってしまいます。では、その時に切ります。髪を引っ張るんじゃなくて自分が行くんですよね。髪を自分の方に、そう、自分の方に寄せんじゃなくて自分が髪に向かっていくんです。必要以上に回転もさせちゃダメですよ。はい、お父上にも遥かに向上ですけど、はい、これが技術の差なのかもしれない。姫のカッターの扱い、でもお主らはカッター使ってるよね。そうですね。でも方向先生からご指摘あったように、カッターは使い方ちょっと危なかったですので、ね、はい、髪を回す癖がついてますよね。こうする、切り口まっすぐになってて、この切り口なんですけども、最初からもあの裁断されているのが綺麗ですので、こちらを生かすような感覚で、これをまず右側に持っていきます。そうですね。そうすると裏側になりますね。はい、ではね、お稽古の人に説
計家の設計をしている人が実際来たんです。おそしてその方に、目分量でだいたいここ7センチです、ここ10センチです、下12センチですとかって言うんですけども、設計をやってる人は目分量で言うとできないっていうんですね。それで必ず物差しでこうやって測って設計図のように作っていた人もいました、まあ、それも間違いないんだけど、その割にはよく間違って持ってきたりする、はい、もし設計図を作るとなったらこういう形になるのかもしれませんね、まあ、こういうことはあまりないんだけど、まず最初にね、カッターで切った切り口の幅を7センチぐらい折っていきます。心配だったら物差し当ててみてください。確認します。はい、ちょうど人差し指ぐらいかな。今日これ作ったのが、皆さんこれからご自宅で使う時のサンプル、プロトタイプになるわけだから、もし必要だったらここに何センチとかって書いておくと、お家に帰った時にそれに合わせて作るとできるんですね。まあそれもなくても、まあ勘で7センチ、10、12、10を覚えててもいいんですけどね。7、10、10、12と覚えておけば、7、10、10、はい、はい、じゃあ今度はここ7センチのところに実はお金が入る部分なんですね。そして今度はこれをかぶせる部分を作るんですけども、ここが全体で10センチになるように確認できます。そうするとこの辺かな、少しここ隙間開けてあげてくださいね。このぐらい、大体目安でいいですけどね、なんか折る向きが違うな。お父様お上手ですねこう、こういう時大体縦にこうやってた方が楽かもしれない、はい、こうやって回してしまうっていう、あ、そういうことね。そういうことです。あ、そうなんだ。はい、こうやりやすいようにこう回してるでしょ。私もありますね、これね。そもそもどういうものかっていうと、完成品がこうなんだけど、ここにこうお金を入れて、はい、積んでるから、そのままもう作ってしまったのが私イメージ的に楽なんです。はい、じゃあ今度は上をね、ここ10センチ折っていくんですけども、はい、10センチぐらいっていうと、月野さんの時間が違うから10と12逆になっちゃう。右が左側。あ、ここ先生すみません、こっちからだと逆で分かんないんで、ちょっと後ろについてやる。こうですね。あ、失礼しました。はい、はい、これね、失敗すると左封じになってしまって、果たし合いとか切腹のことになってしまうから、間違いないようにね、はい、ここまでいいですか。はい、はい、そしたら今度下はね、12センチ。はい、こんな感じになりますね。ここまでよろしいでしょうか。これなんと上と下と長さ違うかっていうとね、ここの長い方の上にはこう挟み込むようになるから、このような形になるからね。そうですよ、はい、じゃあこれ一回開いておきましょう。今度は、このはい、お飾りの部分を作る。これも細いとこだけ使うからって
形ができるってことはします。これをまず半分に、これ手が締めている若い子さんっていうかね私はまあ今日はちょっと汗かいていたら赤くなるけども、冬なのねちょっと全然つかないんですけど、夏場になるとやっぱり手汗かいてるから手赤くなります。で気をつけなきゃならないのはこれ手赤くついてる時ありますね。そうするとこの赤い手で他のところ例えば包丁とかを触ってしまうと赤く指の跡とかついてしまう場合があるので、まず赤い紙使った時赤い紙だけ書いて赤くなってないか確認してから次の作業に入りましょう。はい、で次に使う必要赤くてなってるここの紙それ若い印っていうのも今あるのでそれなんですか私は赤くなっていませんシメロンが赤くなってはい、じゃあまずこれを半分に切ります。父親の方が若い若い体が若いんですか。はい、カッターの使い方は歯の前に行くんですよ、はい、ほら、こんなにスムーズに切れちゃうでしょ。そう、ここが浮いてるのはダメ、歯を多めに出した方がいいですね、取りやすいと思います。やっぱり下手だね本当に下手だ、ね、危なっかしちゃった。じゃあ次にこれもまた半分にやりましょう。これもね、はい、とりあえずまだそこまで気にしない、はい、性格が出るって折り型やってるとその人の細かい性格がよく分かってくるってよく言うんです。完成した姿っていうのは最初のその準備段階が気を使ってきちんとやっているか、まあ、このぐらいでいいかなでやってるかで本当に分かってしまいますので、性格判断じゃないけれどもきちんと折り方での判断、はい、でこれをまた半分に切っていきます。上手になってきました。とてもね、手の感じがとてもとても綺麗になりますなってきます。さっき心が折れかけました。綺麗になりましたよ。ありがとうございます。ご指導のおかげです。これを半分に折ります。はい。両面テープ用意してたからね、こういう感じになるように、よろしいでしょうか。はい、はい、
こうあったかっていうと、こう見えた時に切り口が見えないでしょ、うん、ここ切れて切れて、ではここに合わせて貼るわけですけど、位置を決めたら貼り付けていきましょう。ここ蓋の方にね、蓋側に取り付けます。品が良くないですね。少し1ミリぐらい、1ミリぐらいになってもいいんだけど、少し出てた方が品が良くなります。この後ろの白のこと、そうですね、そのぐらいでもいいですよ。なるほど、はい、出した時に赤いのがあまりベタッと出てしまうよりは、細く出てた方がちょっとおしゃれかな。これお見舞いにも使うんですけど、お見舞いなんかの時は赤をわざと細くするんですね。基本は白と赤が半々ぐらいでいいんですけど、例えばお見舞いって赤入ってないとダメですから、うん、でもいっぱい入ってたらいけないから、少し出るみたいにすると綺麗だったり、そういう多少のその配慮っていうかはしますね。赤が細い方がちょっと綺麗ですよね、やっぱりお見舞いに感じがしますけどね。するわけですけども、まあ、これお祝いのことなんですが、他にも表裏ってありますけど、お顔が出てるのを上にして、お顔が下に来るよりはお顔を上にしてあげたりですね、うん、そしてここに返しになるんですけど、直接入れたりはしないんです、うん、返しで済んだこともあるけども、私たちの返しをいつもたもとにって話を前にしました。返しに少し先こう折っていただいて、ここに収めてあげてください。こっちを。きちっと教えてあげたいんです。左側を。ここ少し折るのね。1センチぐらいとか、少し多めに折っといいですよ。多めに折っといいです。多めに折って。左封じになりやすくなっちゃうので、少し多めに折ってもらって。はい。そこにお金のお札の2000円札以外は顔がついてますので、実在の人物がいますので上に向けます。本来は逆なんですよ、下側なんです、お札取って。本当はこっちの方が上なんです、お札って。だけど実在した人物が1000円札、5000円札、1万円札ありますから、その方を下にしないであえて上に持ってくる。もし2000円札使うときは逆になります。向きね、上下逆にならないように。そしてそこからまた左富士にならないように、先ほどの傷包みと同じように少しずらして重ねるんですね。少し必ずずらします。はい、少しずらします。こう少し、そうすると開きやすいから。ああ。これも相手のために。うん、なるほど。はい。ではこのようになった状態を確認して中に収めます。喜び事は受け止めるという形です。こう今このような12センチの方してる、12センチの長い方が受け止める。逆ですね。アインデンに置く、はい、オッケーです、いいですね、はい、挟まなくてもいいんですよ。それ挟まないで下からただ受け止めてに捨ててもいいんです。とにかくこう下から喜び事は受け止める、悲しみは流すと覚えるんです。悲しみの時は、お悔やみの時は上の方をこう重ねるんですよ。
それは悲しみは流す、喜びは、そうそうそう、流して、喜びは受け止める、下から。初めて知りました。なるほど。悲しみを受け止めるって覚えたらダメだね。悲しみは流す、流す、喜びは下から受け止める、そうそうそうですね。いやー、なるほど。形がそのこういう四角じゃなくて裏が三角になってるものとかいろんな形があると思うんですけど、全部そうですね。上から流す方は悲しみの時、下から受け止めるのはお祝いの時、喜びは受け止めましょう。今日の格言。受け止める。なるほど。いや、覚えやすい。一つ学びました。